ここからが厄介なところだぜ。分かってんだろうな。もちろん。このヘリのサービスが最悪で機内食も出ないってことでしょ。いいか、ジェットまで墜落させるような奴らがいる島なんだぜ。このままお邪魔します。はいどうぞ。なんて行くと思うか。きらびやかに見えるものほど、その中を覗こうもんなら油断したところを疲れて痛い目に。ジャジャ、ちょっと見て。ああ見てる。俺のバカ。さあ飛ばしていくわよ。Ha ha ha!
こそ日の出る島へ。ここは富と権力の町。ジャンヌ、ここまでたどり着いたのならばもう十分だろう。ついに時は満ちた。古より続く我らの因縁に終止符を打つ時が。奴らに手を貸す邪魔者は全て片付けるわ。賢者だろうと魔女だろうとね。ルーメンの賢者、魔女と対をなすもう一つの観測者。両者の間には決して犯してはならない掟があった。伝承曰く、光と闇が交わるとき、この世は未曾有の災厄に包まれる。だが今から500年前、掟に背き両者の間に禁断の子が産み落とされる。ベヨネッタ、お前だ。500年前、予言通り世は混沌に飲み込まれ、両一族は激戦に散っていった。だが因果の輪は今も続く。光と闇より生まれたお前こそ混沌の渦の中心なのだ。この世の混沌の元凶であるお前をこのまま野放しにしておくことはできない。二つの世界の目を手中に収めるとき、宇宙創造の力は開眼する。我らアンブラの一族の至宝、闇の左目は決して誰にも渡すものか。我らアンブラの一族の至宝、闇の左目は決して誰にも渡すものか。ベヨネッタ、さあ今こそ決着をつけよう。お前自身の存在にな。あんたがやったのね。たとえどんな手を使っても、一族の至宝を守り抜くのが我々アンブラの魔女の使命だ。仮にこの島一帯を火の海に変えようともな。ミサイルはもううんざりだぜ。成り行きはわからねえが、せっかく女の子二人が楽しくおしゃべりしてるんだ。とりあえずこんな物騒なものは俺が預かっておくぜ。さあ乗りな、嬢ちゃん。マミベヨネッタ、さあ時が迫っている。もうこれ以上は待てない。Ah!
がついたな。そのようね。その目にまだ恐れが。恐れ？失われた500年前の記憶が恐怖の根源となってお前の目を曇らせている。だが戦いに勝利した今のお前ならきっと運命を乗り越えられる。運命を乗り越え一族の至宝を手にする資格があるはずだ。お前こそ闇の左目の所有者なのだから。こんな宝石一つをめぐってこれまでに一体どれほどの犠牲が。その宝石、子供の頃を思い出すな。我らアンブラの一族の至宝、闇の左目は決して誰にも渡すものか。掟に背き、野心に狂ったルーメンの賢者よ、お前の思い通りにはさせぬ。悲劇と混乱を招いたその罪を我々は決して許さない。己の運命を恐れるな。立ち向かえ、セレスタ。子供の頃は無邪気だった。あの頃はよく遊んだな。だが時が経ち、私の目も恐怖で曇っていたのかもしれない。私たちは運命を恐れるな。立ち向かえ、セレッサ。立ち向かって見るんだ、自分自身の目で真実の世界を。終わったのか。なんて顔してるんだ。人のことを笑えないぜ、セレッサ。まったくあんたって人は運がいいんだか悪いんだか。チェシャ、舐めてもらっちゃ困る。断っておくが、みんなに評判のこのルカ様はだな、実力でのし上がってきたんだ。運じゃねえ。大体俺は魔女なんて、いや、つまり女なんて信じないぜ。ちびすけは寝ちまった。疲れたんだろう。それよりどうした。そんな気の抜けた顔した女を俺は追いかけ続けなきゃならないってのか。おう、気が抜けてるですって。あ？あんたこそいつまでもそんな間の抜けた顔をしていたら、この私をつけ回すのは許さないわよ。いい？ルカ。よし、その息だ。ついてねえ、最悪だぜ。
if what you've been waiting